俺を殺そうとしたんだ。半端な額じゃ済まねえ。行く当てがないんだったらうちで働け。梨田組の邪魔したのは高田建設だって話を聞いた。高田組は解散したにもかかわらず二代目が立ち上がったと言ってますが、なんかの間違いだろう。ヤクザになんで住むような居場所を作ってやりたかったんだが、あんたに託すしかないか。お前うちに勝てると思ってるのか。殺されるぞ。どうするんですか。逃げるわけにはいかねえだろう。味方にできなかったら潰すしかないだろう。ただじゃ済まんぞ。